月サップジンギスカンクラブは北海道札幌市とよ開く月サム東に所在するジンギスカン店。店名の月サップとは地名の月サムの旧名。学校法人発行学園の敷地内にあり生のマトン肉を使ったジンギスカン料理が食べられる。ここでは洋肉を焼いた後にタレをつける月サム式で食べることができる。 なお、松尾ジンギスカンなどのように、タレに漬け込み焼く方法を、滝川式とされる。羊肉の独特の匂いがある生のマトン肉を使用し、匂いの少ないラム肉は、扱っていない。これは、発酵学園創立者である、栗林元次郎の意向であり、本来の月寒式、ジンギスカンを食べさせたいという思いがある。現代のジンギスカン、焼肉店では、 一般的なガスコンロのガスひたきでの調理ではなく、七輪を用いた炭火焼きで焼かれる。そのため、ジンギスカン鍋も独自の形状をしており、余分な油を落とすため、鍋にはスリット状の縦穴が開けられている。昼食時の時間帯には、観光バスで訪れる観光客やタクシードライバーにも人気のスポットである。地元の客の利用も多く、 北海道うちのメディアにも多数紹介されるほど人気店である。敷地内には羊舎、サイロ、牧場等があり、羊や風景を見ながら屋外でも食事が可能である。新たにテラス席が設けられ、春には桜、夏には勝負が咲き、冬には雪景色も楽しめる。タレを後付けで食するジンギスカンのルーツは、旧満州国やカラフトなどで食されていた。 野戦料理である。発酵学園の創設者である栗林元次郎は、旧万州より北海道月寒地区に移住する際に、その料理を食していた鍋を持ち帰り、その鍋で羊肉を調理し、食べていたことが発祥とされる。明治時代より月寒地区では、農商務省月寒種牛牧場が設置されるなど、免用、牧畜業が盛んであった。 第一次世界大戦後、麺用の需要が減り、不況、食糧難の時代に陥った。この不況時代の打開策として、飼育されていた麺用を食肉用に転用し、これをジンギスカン料理として振る舞い、好評となった。多くの反響を得たことにより、ジンギス汗クラブが発足された。後に、この料理手法は、月サム式、ジンギスカンと呼ばれるようになり、 現在でも北海道札幌県以南、道南地方などで食される。当時の食文化には、羊を食用肉として利用することがなく、主に免用として、利益優先の利用しか価値がなかったが、用途が食用肉に変化することにより、食べる文化が確立された。栗林元次郎は、スキサム式、ジンギスカンの料理方法を広く普及させるため、当クラブの前身である。 非営利目的の会員制クラブ、ジンギス汗クラブを1953年5月30日に設立した。なお、当時の会員メンバーは、札幌市長や、知見者、政財界の有力者など大物揃いであった。クラブ開放誌、ジンギス汗クラブ法、第1号を配布。開放誌には、食べ方などが、紹介記事として掲載されており、羊肉をンギス鍋で焼き、 タレにつけ食べると記されてある。その後、会員制クラブは時代の流れとともに解散された。現在は発光学園農場地に月サップジンギス館クラブを設置し、現在も当時の味と伝統を守り受け継がれている。ありがとうございます。